みなさん、こんにちは。しょりちゃんの仕事リンです。はい、ということで今回は個人面談をパパとママが小学校に行ってきたので、その時の様子をお伝えしたいと思います。はい、初めてだよ、こういうの。去年もあった。毎年ある。ね、ね、毎年熱で私たちずっとね、寝込んでたんだよ、毎年ね。そう、うん、毎年じゃないけど、しほちゃんが1年生の時は寝込んで、2人ともしかも。夏休みの初日にね、高熱だった。そうそう。挨拶を頑張っていて、わざわざ廊下で振り返って挨拶をしてくるので、お手本になっています。笑顔が素敵って言われてた。笑顔はね、もう毎日をしてるから。笑顔ないです。今でも笑顔してるでしょ。学校でも意識すらもう慣れちゃって、動画始めてる時からなんか笑顔が身についてずっと笑顔。そうなの。挨拶もね、うん、もう先生に振り返った。はい、次聞いてみる。みんなの心を明るくしてくれる子だなって思います。みんなの心を明るくしてくれます。やったー。ひじゃん、係活動を特に頑張っていますね。放課後にみんなと校庭に集まって木の下でダンスの練習をしているのを見ました。木の下で一回だけ、なんかね、学校にもなんかね、音楽流して、ね、踊る場所がなくて、なんか目立てないところで踊りたいなって、うん、それで木の下に行って。一番目立つじゃないの。あの、大きい木じゃないよ。あ、そうなの。あの、ちっちゃい木。見えない。そう、見え、あの、端っこにある。あ、そういうことね。そこの、そうなんだ。端っこで踊ってるのよく先生聞いてる。オレンジ色の服で、本当に先生と分かって、へぇ、そう。みんなの前で4曲くらい踊っていますね。3、4曲ぐらい踊ってるの。うん、3、4曲3、4曲ぐらい踊ってると。この間なんかリュック背負ってなんか踊って、ロケットサイダーっていう曲踊って。で、次は何だっけ。朝礼体操。あー、朝礼体操。何朝礼。チャランチャンチャ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 。恋ダンス踊ってない。恋ダンスは踊ってない。45秒踊ってない。で、今度何踊るの。今度はね、なんだっけ、惑星ループを練習中です。うん、チャンチャラチャンチャラチャン。ディズニーで踊ったやつ。でもあれ、なんとね、あのね、ディズニーに行く日の前の夜に覚えた。1時間ぐらいで覚えちゃったんで、全然上手くないんですよ。ディズニーの踊ったっけ。ディズニーの時踊ったんですよ。ね、夜にちょうど、なんか、踊ってみたらみたいな。で、練習したの。1時間ぐらいで。それで、次の日の朝で踊ったから、ちょっと下手なんだよね。まあ、1時間。1時間で、ちょっと覚えたの。あれ、1時間で覚えたんですよ。15分で覚えられる人いるよね。そう。はい。折り紙で作ったペンライトを持ってきてくれたお友達がいて、みんなで楽しそうに盛り上がってますね。クラスの半分ぐらいかぶってる。半分なんか一人の人がいっぱい作って配ってこうやって。ペンライトみたいな折り紙で、キラキラの折り紙をこうやって巻いてみたいな。そうそう、上手に作れるし。いつも授業帰りの会でお知らせとかがあって、その時に手を挙げて、あ、発表ですって言ったじゃん。え、音楽とかあるよ。タブレットで YouTube 開いて。ああ、タブレットあるよ。すごいね、うん、タブレットが。え、じゃあ毎回誰かが何かやる。そうだよな。うん、でもお知らせだから手挙げないとお知らせできないから。だからない日もあればいっぱいある日もあるみたいな。授業中に発表したいときはピシッと手を挙げてめっちゃアピールしてきます。すごい、写真ピント伸ばして手挙げて。だからめっちゃ見てくるって言って先生。
アピール。それって手の当て方が上手で、目で見てくわーって。そんな確かにやってるかもしれない。見て、リミもやって。やってない。リミが手あげるわけないじゃん。英語の発音の授業でも教科書に単語をしっかり書いていて感心してます。英語の授業で、そう、私覚えられなくて英語でね、教科書の端っこでこうやって書いてる。単語をカタカタな、カタカナ、カタカナ、なんかサスデーとか。でもそれが先生にはレッスンだと思う。すっごいいっぱい書いてる。で、逆に汚いんだよ、教科書が。マンデー、サンデー、チューズデー、ウェンズデー、なんだっけ、サタデー、フライデーとか、ちょっと実は、先生、しほりみチャンネルを知ってるんです。頑張ってるなと思って、たまに見てます。知らなかった。見たことあるんだって。見てたまに見てますって言ってた。へぇ、なんか誰かに、あ、そうそう、誰かがやってて、本当と思ってみたからね。すごい頑張ってますね。しほちゃん、頑張ってるんだなって思いましたって。そうなんだ。応援してくれる先生でよかったね。ねー、よかったね。よかったね。よかったよ。私じゃあ、この先生、皆さん、こんにちはって。やりません。グミペア。3時だ、おやつだ、甘い。